ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。プロポーズでもされるのでしょうか。今日はですね、大井出瑞希選手、吉田優利選手に負けましたので、百貨店に行ってリクエストされたものを LINE の写メで送ってもらいましたので、購入しに行きたいと思います。行ってみます。ビトンから行く。これが欲しいです。ありがとうございます。 N の00763です。どうぞこちらでご案内いたします。鮮やかな細身のリングにルイ・ヴィトンイニシャルが浮かぶブックル・ドレイユ・フーク。これでじゃあお願いします。無事1個目買いまして、2つ目いきます。これ欲しいんですけど、ブレスレットですね。はい、かしこまりました。この B165 LE、 じゃあそれこれでお願いします。兄ちゃんのも在庫があって、ユーリプロのも在庫ありましたんでね、これまあまあ運がいいね。これあらしゃということで、大井出瑞希プロのと、吉田優利プロの、欲しいものを購入してきましたので、ここで紹介します。まず大井出プロは、3つ4つ候補があったんですけど、まあ、ちょっとその中でじゃじゃん、ルイ・ヴィトンということでね、大井出プロはピアスが欲しいということだったので、ピアスを買ってきました。ちょっとこれ、まあ、本人に開けてもらうことにして、こういう感じで買ってきております。開封はご本人にしてもらわないとね。ということで2つ目、吉田プロはもう一択でした。もうこれでっていうことで、ディオール、イエーイ。戦ってた時はスキンケア商品とのそうだったんですけど、変わっちゃってディオールの、ブレスレットが欲しいということでね、あのちょうど最後の1個がお店にあったそうで、奇跡のラストです。スターがブラブラ、ということで袋ごとお渡しできますとね、店員さんが言ってくれました。うわ、これまたなんかこれ腰が重い、シャチさがないね、シャチさがない、こういう感じになってました。はい、はい、こうね、ここにつけるやつ、これまたご本人にお渡しいただいて、もうなんか報告してもらえればと思うので、今回は吉田優利プロのディオールのブレスレットでした。ちょっとね、時間もなかったので、大井出プロと吉田プロダブルで購入してきました。また大井出プロにもちょっとあの感想の動画をいただけたらいいのかなと思うので。皆さんこんにちは、大井出瑞希です。今回は以前時松さんと9ホールマッチさせていただいた時に、勝ったらプレゼントをあげるよということで、私勝たせていただいて、そのプレゼントが実はとっくに届いてたんですけど、動画撮るのが遅くなってしまって今になってしまいました。すいませんでした、すいません。プレゼントが今ここにあるので開けていきたいと思います。去年の12月に、年末にやっとピアスを開けまして、そのピアスを今集めてる途中ということで、その話をしたらいいよということでピアスをお願いして、何個か写真を送ったんですよね。この中迷ってますって話をして、で結果その中からお任せしますというふうにしたので、私もこの中に何のどんなピアスが入ってるか分かりません。はい、開けます。こういうめっちゃ切るの下手。ビトン、ちゃんとショッパーも入ってますね。嬉しい、嬉しい。このサイズ感、私はプロポーズでもされるのでしょうか。すいません。開けていきたいと思います。やだー、本当にありがとうございます。ヴィトンは前初めて自分でブレスレットを買ったんですけど、今それもつけてないのですごく嬉しいです。見たいですか。まだなんですね。すいません。
可愛すぎて笑っちゃう。じゃん、一押しのピアスでした。見えてるかな、見えるかな、これ可愛い、本当にありがとうございます。これをねつけていきたいんですけれども、私片耳しか開いてないんですね。なので片耳しか開いてないので、ちなみに何種類か送ったその候補の中でこれが1位でした最初からねそれをねって言えばいいのに。でもすごいですね、なんで一番欲しいのが分かったんですか。本当に嬉しい。こんなんもらっちゃっていいんですか。本当にかわいい、超かわいい、超かわいくないですか。なんだかこのデザインなら片耳でもいけそうですね。超嬉しい、本当に本当にありがとうございます。ちょっと見せていきたいと思います。いやーかわいい、本当にありがとうございます。もう何か言ったらいいかわかりません本当に大切にします。本当にありがとうございます。今度いつお会いできるかわからないですけど、お礼させてください。本当にありがとうございます。はい、ということでプレゼント開封動画終わりにしたいと思います。バイバーイ。ということで今日はゲンチャンネルで、負けた商品を買うというねご報告をさせていただきました。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますので、引き続きゲンチャンネルよろしくお願いいたします。ということで この辺で失礼いたします。バイバイ、隠れて